ジンエアーは大韓民国の格安航空会社。関心グループに属し、大韓航空のグループ会社である。2007年6月、大韓航空が格安航空会社を設立することを検討していると公表した。韓国高速鉄道の開業により、国内線の需要が減少し、小型機材が余剰となっていた。2007年12月、大韓航空が200億ンを出資し、 100%子会社のエアコリアとして設立された。2008年4月、韓国における国際線の就航基準が大幅に緩和されたことから、2009年から国際線への参入を果たした。2008年6月15日、社名をジンエアに変更した。既存の航空会社より約2割引きの運賃としている。なお、アシアナ航空系列のエアソール。 エアプサンとは異なり、ジムエアが新規就航しても大韓航空は同一路線を廃止していないが、コードシェアは2015年夏ダイヤからソウル、発着便のみ行っている。航空券の座席予約システムは、アマデウス IT グループが運営する、アマデウスを利用している。2018年、親会社の関心グループの創業者一族の不祥事の一環として、会長次女が、 米国籍にもかかわらず、同社役員登記され、登記期間中に同社が、航空運動事業免許変更要請を提出したことが、航空事業法施行規則上、航空事業法第9条による、結核自由に該当するため、航空免許剥奪の自由に当たるとされ、免許取り消しに対する法律検討をされていた。しかし8月17日、韓国国土交通部は、 免許取り消しによる社会的影響を考慮し航空免許の取り消し処分はせず一定期間新規路線の開設や新規航空機登録チャーター便の運行を認めない等の制裁を科すことを発表した2018年8月現在 B737 から 800B777 から 200ER 合計はキャンセル数を除いた数ありがとうございます